ネシア戦に、久保とんでもない発言。練習後に取材に応じた久保建英は、三笘がいないとどんな影響があるかと質問を受けると、こう答えている。まあ、今いる選手がその時のベストだと思う。僕も初戦に、途中出場は、下が間に合ってないですし、冨安選手も初戦に間に合ってない。今は三笘選手がいないですけど、僕らは別に一人でサッカーをやっているわけじゃないんで、問題ないかなと思います。コンディション不良の人を使うよりも、コンディションの良い人を使うべきってのが、久保の意見でしょう。メンバーや采配、途中での改善指示ができない、監督とコーチの責任は大きい。大会前は、三笘いなくても余裕だろうみたいな、周りの雰囲気があった。報道陣もそう。久保は、最初から危機感持っていたと思う。負けて、バカみたいに焦り出してるのはやっぱり、報道陣や周りだけ。そもそもベストな選手をチョイスして、相手チームに即したシステムや、戦術で戦うものだが、森保監督はそれがなく、選手頼みになってるのが問題。久保選手の言わんとすることは至極、真っ当である一方、先日のイラク戦を振り返る、富山選手のこの突破があれば、展開やいかに、と想像してしまうのは、たらればでナンセンスかな。日本は、三笘なしで優勝しなきゃ。もう同じ、アジアのチームとは、一個上のレベルにいるんだから。冨安も無理させなくていい。久保は大人だな。その通りだと思います。試合に出れる選手でやるしかないのだから。久保は日本のいやらしい取材にまで大人な対応ができる。スペインのジュニアユースはさすが、学業やメディア対応までしっかり指導しているわ。日本と違って、スポーツだけすればよしとしないし、場合によっては虐待として法に引っかかるらしいから。単純にこの記者の質問が悪い。久保に、レアルマドリードのファンに何か一言ありますかって聞いてるのと同じレベルだぞ。ご視聴ありがとうございました。毎日更新を頑張るので、チャンネル登録だけよろしくお願いします。